エルです。この男がなんかイメージが警察庁の矢上です。あ、松田です。相沢です。茂木です。浮田です。遅くなってすまない。この5人が現在のバーン。何の真似だ。もし私がキラだったら死んでますよ、矢上総一郎さん。キラが殺人に必要なのは顔と名前。そんなことはもう分かっているはずでしょ。不用意に名前は出さないでください。立ち話もなんですから、こちらへどうぞ。あ、はい。携帯やノートパソコン、その他の通信機器は電源を切ってそちらのテーブルにお願いします。自分が話している時に人の携帯が鳴るのが許せないだけです。最初に言っておきますが、ここ本部で私が話すことはメモなどは一切取らずに頭の中に入れてください。そうです、顔を出してしまったことも FBI12 人を犠牲にしてしまったことも負けです。しかし最後は勝ちます。私も命を懸けた勝負は初めてです。ここに集まった命がけの人間で見せてやりましょうよ。正義は必ず勝つということを。I am L. This is him? Hmm. He's nothing like I thought he'd be. I'm Yagami of the NPA. Matsuda. I'm Aizawa. Mogi. Yukita. I'm very sorry we're late. Currently, the five of us are... Bang! What the hell was that? If I were Kira, you'd be dead, Mr. Soichiro Yagami, chief of the NPA. Kira needs a face and a name in order to commit murder. But I'm sure you've already figured that much out, haven't you? Please do not give out your name so carelessly. That's enough small talk for now. Come this way. Right. Please turn off all your cell phones, handhelds, and any other communication devices and leave them on the table right there. I just find them distracting. I can't stand it when people's cell phones are ringing while I'm trying to talk. Let me start by saying nobody takes notes on anything that's said in these meetings. That means when we leave headquarters, any information we need is committed to memory. That's right. By showing my face to you now and by sacrificing the lives of 12 FBI agents, I have lost the battle. But I'm not gonna lose the war. This is the first time I've ever put my life on the line. I want to show Kira that we're all willing to risk our lives if that's what it takes. And that justice will prevail no matter what. はじめまして。エルです。警視庁の矢上です。浮田です。相沢です。茂木です。佐奈美です。松田です。バーン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 。おい、何の真似だ。さ、もし私がキラだったら、皆さん死んでますよ。どういうことだ。これまでの統計から見ると、キラは人を殺すために少なくとも顔と名前を知っている必要があるようです。ですから皆さん、これからは不用意に本名を名乗らないことです。私のことも今後は龍崎と呼んでください。わかった。それともう一つ、キラは死ぬ前の行動も操れると思われます。刑務所内で死ぬ前に遺書を残したり、おかしな行動を取った者は、おそらくキラによる実験です。実験？ FBI 捜査官を殺すために、死をどこまでコントロールできるかテストしたんだと思います。犯罪者の遺書を使って、私にメッセージを送ってきています。あれもキラが操ったというのか？刑務所の実験から FBI 捜査官が死亡するまで8日あります。
おそらくこの間に FBI の一人と接触したキラは、その捜査官を操り、全員のファイルを手に入れたんです。FBI の入国から刑務所の実験までに調べられた警察関係者の中に、キラがいる。その通りです。それなら、かなり人数も絞れてくる。ええ。これまでの言動から考えて、キラは幼稚で、稀に見る負けず嫌いです。私そっくりの。正直、ここまでは私の完敗です。でも、最後は必ず勝ちます。みんなで勝利を手にしましょう。この係長、ひょっとして彼が？エルです。それは想像していたより若いなぁという感情表現ですか。松田です。よろしく。バーン。相手が誰であろうと不用意に顔と名前を明かさないこと、キラ捜査の鉄則だ。ベテランの茂木勘三さん、ネットエキスパートの日村翔子さん、熱血感の相沢秀一さん、ちょっとおバカな松田翔太さん。バカ。あなたたちが来ると思ってました。でもいささか頼りないメンバーですね。少人数ですし。誰か動いたのか。息子さんってどんな人ですか？八神ライトさんのことです。あと携帯は返してくれないか。ここに命がけで集まってくださった皆さんの頼みです。キラに見せてやりましょう。正義は必ず勝つということを。双極性障害のナルシストって言ってるんじゃないですか。君は誰だ。私はエルです。はエル。何かの冗談か。いいえ、あと私キラじゃありませんよ。殺人が起きた時のアリバイもありますし、ちゃんと証人も用意しておきましたから、きっと疑われるだろうと思ったんでね。エルだって証拠は。キラにとって井の一番に殺したい人間はエルでしょう。それなのになんでわざわざ自分からなりすます奴がいますか。でも顔を見せないのがエルのやり方でしょう。なんで今にやって。キラという異常人格者を捕まえるためなら全てを犠牲にしたって構わない。そこまでの覚悟ある捜査員だけになってから自分の正体を明かそうと思ってたんです。こういう座り方しかできないんです。ちゃんと座ると能力が4割落ちてしまうもので。キラについて判明していることは何見てるんです。私だけスイーツ食べてるなんてずるい。食べます。で、現時点でキラについて判明していることは、関東地区に住んでいるか、もしくは住んでいたか、名前と顔が分かれば誰でも殺せる。ターゲットの行動を死ぬ直前まで操ることができる。これは12名の FBI 捜査官全員が違う死に方で死んだことからも明らか。さらに警察の捜査情報を入手できる立場にいる。それと多分学生。またもう一つ、キラは幼稚で負けず嫌い。いいだろう、すべてを神
の影から姿が